創造魔法を覚えて、万能で最強になりました。星2、学校が異世界に飛ばされた系の漫画。異世界に飛ばされた後にクソ雑魚なめくじで学園カースト再開で、ゴブリン討伐もできない。そのくせ学園カースト上位の JK と仲良しというクズたちのヘイトが溜まりまくるポジションにいる高校生のオスが主人公。ここから食料調達もまともにできないクラスの恥さらしである主人公は投票によって学校から放逐されてしまう。放逐されて森をさまよっていたらどこでもドアを見つけてそこに入ったらチート創造魔術師になる道場だったため、そこで創造魔術師になる特訓をする。その後、一旦学校に戻ったら幼馴染がクズたちによって放逐されており、幼ちゃんの居場所を探したらモンスターが幼ちゃんをサキュバスになるお注射を打って魔改造する途中であるという。もうお分かりなのぜ。なくそ笑える展開を用意して、その後創造魔法でサキュバス化の呪いを解こうと努力したが、当然そんなことを読者と制作者が許すはずはなく、サキュバスという色っぽいことが大好きなメインヒロインが爆誕するというフラグ漫画。一応、クラスメイトにざまをする展開があるのですが中途半端な感じ。